雪が降り注ぐ100年前の工場地帯、ミートシフト。ゲストの皆様こんばんは、小田健です。はい、今日はですね、100年前の食肉処理場の闇を舞台にしたホラーゲーム実況プレイしていこうかなと思います。はい、ただね、ちょっと試してみたいことがあって、皆さんお付き合いください。この動画ですね、そのぶっ飛んだところは僕のアイコンとかカットとか編集で加工されてます。はい、なんでかっていうとね、今回やりたいことってのは、最近 YouTube とても厳しいんですよ。はい。謎になんでそれが収益化剥奪されるんだっていうゲームも収益化できなくなってて、僕はね、この半年なってなかったんですが、この前のね、赤マント放送あったじゃないですか。そう。金曜ロードショーで赤マントやったんですけど、なぜかね、あれがね、黄色ついたんですよ。はい、それでですね、ちょっと YouTube にチャレンジしてやろうということで、今回この企画、そしてね、面白そうなゲームがあったんで、ダウンロードしてきました。はい、実際の映像見たい方はね、ぜひですね、皆さんご自身でこちらのゲームダウンロードしてやってみてください。では行きましょう。はい、最初からなんか怖えな。そう、 YouTube ね、最近とても厳しいから、いろいろね、僕のアイコンとか編集で加工して、怖くなければ多分、黄色マークつかないんじゃないかなと思って、はい、やっております。一応その黄色マークついたら、皆さん、僕の YouTube のコミュニティの方でつぶやき入れるんで、はい、画像投稿します。黄色ついたーみたいな感じで、飛んだな。はい。これが工場地帯なのかな？主人公はそこの従業員みたいな感じの設定らしいですね。はい、私、朝方撮ってるので今、鼻声なんですけど、主人公はこれ、あれなんですかね、出勤前とかなのかな？うん、朝ってなんでこんな鼻声なんだろう。すごいね、鼻詰まるんですよね。はい、これが職場かな。うん、入っていきましょう。まあ、ただその僕のね、アイコンとか編集でちょっと怖くなくするってだけなんで、一応ゲームの世界観はある程度は味わえると思います。うん、結構ぶっ飛んだ映像をね、吹き飛ばすだけなんで、さあ行きましょう。 YouTube どんな反応するんでしょうか。うん、うん、あ、電気ついたね。OK。はい。収益化剥奪されたら皆さんにご報告します。なんか部屋に入ってきたね。これは何？マグカップ。そして主人公の手がスパムみてえだな。はい。おにぎりにしちゃいましょうということで。どうするんでしょう。あ、これか。ん？うん。投げたな。主人公投げたぞ。あ、なるほど。テープみたいな感じ？マグカップじゃねえんだ。テーブルに赤い筒状のものがあったらマグカップって思うでしょう。はい、赤とか青とか黄色でもさ、テープ的な感じなんだ。今流れてますね。私ですね、英文全く読む気ないんで、読む気ないという名の読めないんで、そこんとこよろしく。はい、なんか指示されてるんですかね、この会社の。うわー、この会社のルールみたいな感じで説明されてるのかな。あ、そうですね、はい、仕事をこなせみたいな感じで言われてます。うわー、ちょっとでもね、仕事をこなせって言われても僕ね、探索したいんですよ。はい、冒険心があるんで。あ？これさ、なんか判定がよくわかんねえ。どこでフォーカス当たってんの？これで開くのね。はい、なるほど。下のオープンクローズをちゃんと見てやればいいのね。え、これどれだけ距離離れて閉められんの？まあまあ離れても閉められんだね。はい、アイテムとかないかな。ないですね。よし、じゃあ出てきましょう。特に回収するものはなかったんで、進んでいきましょうか。ここはなんだ？ウダバ！ウダバ出ましたね。怖え、なんだあの人。どちら様？はい。うわ、え、なんか微笑んでない？怖え、あのお姉さん。異様な光景だね。豚ちゃんがいっぱいいて、そこにお姉さんが立ってるみたいな。しかもトンカチ持ってんじゃん。え？手振った。画風ちげえじゃん。この主人公とあのお姉さんの画風の高低差。面白かったね、今の。シュールですね。ただ雰囲気僕好きです。うん。なんか昔のミッキーの映像でさ、蒸気船を操作してるミッキーの映像あるじゃないですか、有名なやつ。なんかそんな雰囲気の絵柄というか、いいですね。なんでずっとこっち見てんだよ。お前ミッキーになってくれよ、頼むから。あのミッキーさ、船操作してるミッキー、
実はね自分の船じゃないんですよあれ。すっごい自分の船かのようにね優雅に運転してるんですけど、口笛吹きながら。そうあれね、ピートっていう船長がいるんですけど、その船長の目を盗んでミッキーはね運転してたみたいです。あのあと怒られちゃうんですよ。うん、いろいろと指示されてますね。水が出た。はい、アナウンスがぼやけてて聞こえにくいですね。うん、包丁を取って、わあ恐ろしい工程がこれからありそうだ。でレバーを下げる。ほう、なるほど。で向こう側からなんか来そうだね。来たブタちゃんが流れてるんですが、皆さんが見ている映像はもう魚です。ということでここから企画開始です。さて YouTube はこれからどんな反応を示してくるんでしょうか。では加工していきましょう。カット。さあ僕のアイコンが流れていきます。さようなら。どんな感じの反応を示してくるんでしょうか YouTube は。それでもね黄色になったらね、さすがにビビるよね。はい、黄色になったら報告します。なんなくてもね、多分ツイッターで報告すると思います。次はここに入れってことかな。こっち側。はい、ちょっとした雰囲気とこのねちょっとした企画をお楽しみください。この動画ね、うん、気軽に見ていってください。このレバーを引くのかな。うん、はいはい。おっと、これ最初に映ってなかったか。シュレッダーだね。ミキサーとも言うのかな。誰、これ私かな。はい、ん主人公何したの今。なるほど、これさっきの豚ちゃんがフォンデュされてますね。なんかの液体にフォンデュされてます。はい、なので豚バラ肉をさっき取ったってことで、ここに流すのか怖えなこれ完全にダメだわ。はい、今皆さんがご覧になっている映像は魚が流れてく様です。はい、シュレッダーされましたね。うん、どんだけシュレッティングすんの。俺の魚もういないでしょ。やめて、そんなシュレッティングしないで。残りのお肉もシュレッティングしていくんですかね。はい、編集でこれめっちゃシュールなんだろうな。はい、最後のお魚さん、さようなら。はい、散りましたね。では行きましょう。うん、音もなくなったね。すべてのお魚さんを排除すると音がなくなると。うんうんうん、なるほどね。お魚さんって言いますからもうはい、行きましょう。次はどうすんだ。はい、ではあっち行きましょうか。あ、向こうかな。どっちでしょう。こっち側って何だったっけ。あー、最初のこれあれですね。そうこんな感じで吊るされてた。はい、この絵は大丈夫でしょ。イラストなんで。はい、で向こう側行って、ふんふん、なるほど、流れてきたのね。向こう、ここで最後こっちね。わかりました。はい、何でしょう。あ、休憩、ありがとうございます。もうね、この従業員相当メンタル持ってかれてると思うんで休憩させてあげましょう。お疲れ様です。いやー、やっぱねこういう食っていうのは考えさせられますよね。うん、一つの命をなくして僕たちは生きてるわけですから。なんか取ったな。うん、なんか昔のなんて言うんだろう、あの蓄音機から流れるような曲が流れてますね。結構雰囲気はいいんだよな。そう、この雰囲気は味わえると思うんで、あとはね僕のアイコンでふざけてるゲームになってるんですが、はい、もうフルでねこのゲーム楽しみたい方は皆さん自分でやってみてください。今撮ったものをここに置きました。でさっき説明してたんだけど、なんかこれのために何か用意をしろみたいな感じが書いてあったね。これかな。あ、ぽいですね。はい、これで乗っけて、判定がシビアだな。なんで表示されるときとされないときがあんの。え？されて？あ、ちょっと厳しい時々その画風のスパム出てくると面白いんだよな。お皿2枚はいらないんだ。なるほどね相当長い腕で締めてるんだろうな。
じゃあ開けていきましょう。よく開けられたな。開ける何かなかったの？素手でこれ缶切ったのかね。てか今のこれ加工したのをソーセージになって食べろってことか。うわー、いただきます。食べましたね。いただきますは大事ですね。はい。ただ皆さん見てるこの怖い映像はですねフィクションなんで安心してください。もっとねさっきのさベルトコンベア赤色とかで怖かったと思うんだけどさ、実際はレインボーとかだと思うんで、レインボーカラーでライティングされてると思うんで、はい、そう信じましょう。ちょっとうわー、まあ、じゃあお前怖いよ。さっきウンバー出たお前怖いよ。ウンバーだったか忘れちゃったけどさ、はい、もう今回は手踏んないんだ。てか豚ちゃん減ってるね。そういうことか。はい。いやちょっと笑ってるのおかしいからな。絶対おかしいから。なんで微笑んでんだよ。あの方どうかしてる。あ、しまった。え、ちょっと待って、今すげえ鳥肌立った。これひょっとしてさ、さっきみたいに手踏んないといけないのかな。うわ、そうだ。だから画風は毎回ちょっと微笑ましくなるね。開いたわ。え、怖え。なんなのこの一連の流れ。恐ろしいですね。はい。こういう怖さはね、皆さんと一緒に味わえてると思うんで。開いた。あ、また映ったね。これ何？自分が映ってんのかもしんないね。うん。カメラが仕掛けられて、主人公が映ってるみたいな。三人称視点ってことかな。はい。回して。なんだ？はい。なんかおかしいね。故障してんのか。これさっき水出たもんね。なんで？はい。で、包丁取っていきましょう。で、レバーかな。うん。再び来るかしら？来ましたね。再び二度目の僕のアイコン。それでは、僕のアイコンの魚をさばいていく。はい。向こう側にまた流れていきました。ですね、今回は結構衝撃的で、一匹目は先ほど同様、まあ、カットしてると思うんですけど、このね、本当はね、全部映したいんだよね。そう、申し訳ない、みんな。そう、豚ちゃんをね、こうやってさばいて食うって感じでやるんですけど、二匹目がね、通常の豚ちゃんじゃなくて、腐っちゃってて、それが、虫湧いちゃってたんですよ。それ衝撃的だったね。あれはもう絶対、一発でアウトになるんで、はい、映せないですね。ここからのスタートということで行きましょう。いやー、 YouTube もね結構なんていうんですか、海外のねお騒がせ YouTuber が富士の樹海行って撮影しやがって、あの辺からね相当厳しくなったんですよ。あれね、海外のね大物クリエイターがねいろんなねモノモース系の動画を出してて相当だったんだよ。あれマジでもう全クリエイターに被害を加えたというか。あの野郎、本当はね映したいんだけどね。そう、グロとかだって普通に YouTube いっぱいあったもんな昔。グロゲーって言うんですかね。今グロゲーっていう単語ですら厳しいからね。そう、今僕がこういうワードを言ってるだけでもしかしたら剥奪されるかもしれないんで、まあそれも一つの面白さとして剥奪されたら、報告しますね。はい、さあさあ、ではでは、またこのベルトコンベアにお肉を流していく。これで全部だ。おお、音が毎回すげえんだよな。うん、工場ですからね。はい、全部魚処理完了しました。さあ上がっていきましょう。なんか音楽みたいな止まったね。というか変な空調音というか変な BGM が流れ始めた。なんだろう、あのシュレッダーの音とか一切しなくて、なんか変わってくのかな。そう、徐々に怖くなってくるゲームみたいなんですけど、どうなんでしょうか。今ここの工程終わったんで、さっきあっちで、さばいていくが終わったんで、こっちか。うん。うわ、なんか急に怖くなってんな。急
休憩後のこの仕事がすげえ怖え。さっきの手振るシーンとかさ。ああそういうことか。これどういうメッセージがあるんだろうね。さっき多分バッサリカットしちゃってると思うんだけど、2匹目の豚ちゃんがっていうところあったじゃないですか。虫も一緒に、普通の通常の豚ちゃんと一緒に加工しちゃったから、こういう風に動いてんのかな。そう、こういう音立てながらね、虫が湧いてたっていう。ソーセージに反映されちゃったか。なんで動いてんだよ。シュレッティングしたろ。はい。ちょっと恐ろしい光景ですが。なんかここだけ見るとシュールなんだよな。普通にソーセージ同士をぶつけ合って戦わせるスマホアプリゲームとかあったよね。そんな風にも見れる。はい。ただこのゲームの流れだと怖い。さあ行きましょう。何が変わってるんだ？なんか暗くなってる気がしない？気のせいですか？あ、ここか。あ、いない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 。なんでいないの？扉も開いてね。ちょっと待って、急に無音な感じやめてくんないかな？すげえ怖いんだけど。暗いけど手振んだ。誰に振ってんのかもはやわからない。先ほどはその画風みたいな感じで突っ込んでたんですが、突っ込み要素ないですね。はい。これ何なの？時々自分の後ろ姿みたいに三人称視点で映るけどさ。開いたね。またここか。なんだこのループ怖え。はい。なんかよく焼肉屋さんとかでさ、牛の部位みたいな感じでこうありますよね、メニューとかに。さっきはこのレバー回して詰まってたけど、デミグラスソースが流れております。皆さん今こそ魚のフライとかをディップしたいですね。そしてレバーを下ろして、あーさっきはこのクリップに吊るされてたんですが、今ないね。なんだ、徐々におかしくなってきてる。はい、こっち側何なの？レンガとかが積んであるね。OK。ここの通り怖えな。いやでもなんかみんなと一緒にこういう風に怖さを味わうのは楽しいね。うん。言うて俺今一人で実況してんだけどさ。まあただその後みんなと一緒にね見れるから。さあそして再びここですね。入っていきましょう。なんなんだよこの流れ。レバーがさっき赤かったけどこれ白くなってるね。どうした？あれ？あそこも白い。レインボーでもない。レインボーであってほしいな。あそこにも何もなかったね。これは、あれかな、機械が壊れちゃったから確かめろみたいな。あ、っぽいですね。ちょっと待って、これ危ないぞ。いや、絶対これ、やっぱりそうだ。この詰まったものを取り除けみたいなことなんだと思うんですけど、はい。何かはあえて言わないです。これを取るの？主人公大丈夫か？もう危ないぞ、それ。絶対もう、みんなが分かるオチになるだろう。ほら！みんなが分かってた、そのオチ。ちょっと、大丈夫か、主人公。そしてなんか飛ばされたね。今、主人公の指持ってかれたんですけど、なんだ？またアナウンスが。ちょっと分かりきってたじゃん。ぶっ飛んだゲームってそういう意味でもぶっ飛んだ意味になっちゃったじゃん。なんだ？なんか来た。なんか来てる。え？なんか、ノープレイヤーズオンラインみたいな化け物来てるね。え、怖え！さっきのマザーだ！さっきのお姉さんですね。微笑んでた。え、怖っ！顔が変わっちゃってんね。うえぇ！怖え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 ！主人公走れないからさ。でも映像は映す。あ、行き止まりになっちゃってる。え、これ襲われんのかな？ディフェンスできない？オフェンスか？こっち！あ、いけるいけるいける！ふはははは。今は、あれ、追い詰められてやられるとこだったんだけど、うまくかわせたね。主人公バスケ部ということで。いやー、怖かったな、今の。はい、またミキサーみたいな音がしてますが。これ何？地下の地下行くの？何地下の地下って。すごいわかりづらい。こっちか。暗くて見えづらいね。
はい。あ、これさ、時々自分が映るのって何？自分だよね。あー、上から誰か見てんのか。何？さっきのさ、お姉さんが監視してたってこと？それかアナウンスしてた人？落ちた。はい。うわ、誰かいる！あ、そしてこれあれか、最初の映像だ。行き止まりだね。行くんですか、これ。あの人は誰？何してんの、そんな危険なとこで。はい。すごい回ってるね。皆さん、これマッサージ機じゃないですよ。誰？え、入るの？終わったわ。いやー。はい。基本的に僕のアイコン映ってたかもしんないんですが、まあ、そのアイコンのものはみんなわかってるじゃないですか。はい。考えさせられるゲームですね。いただきますは大事なんだけど、多分これはフィクションなんで、作り話なんで、実際はそんなんじゃないと思うんだけど、うん。なんかいろんなメッセージが込められてそうですね。この100年前の歴史的ゲームには。はい。ということで、このミートシフト、俺のアイコン邪魔だわという方、そしてこのゲーム、この動画がちょっとでもいいと思ったら、いいねボタン押してくれると嬉しいです。はい。そうですね。YouTube、最近ね、すっごい目がもうね、ピカーンって光ってるんで、YouTube はみんなヒヤヒヤしてるんですよ。そう、なんかさ、こう、収益化剥奪するなら、もうちょっと責任持ってさ、剥奪してほしいよね。いや、それ行くみたいなやつあるから、いや、さすがにこれはダメだなっていう、違反してるなみたいなのはもちろんなっていいんだけど、なってないやつがなるからね。そう、私はね、そんな多くはならないんですけど、半年に一回あるかないかぐらいで、この前ね、あったんですよね。うん、先ほど言った通り赤マントなんですが、はい。はい、このゲームの収益化されてるされてないは多分ツイッターで投稿すると思います。はい。一応見てみてください、私のツイッター。もしくは YouTube コミュニティかな。うん。いやー、ちょっと楽しみですね。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。